11世紀のズメービク、黄金星、12世紀末から13世紀初頭、ウラジーミル大公フセボロドの妻、マリアの所有物と言われる。ホームページのズメービクとは、中世、ルーシの肖像入りの首飾りのことである。ズメービクは、金属や石で作られ、その形は円形、または楕円形であるが、時には八角形のものもある。肖像は、片面には、 キリスト教の聖人と蛇が描かれ、もう片面は病気よけの五符となっている。ゴルゴンの頭部をかたどった図像は、病魔を描いたお守りの図案として、ビザンツ帝国やキエフ大公国で好まれていた。図面クの表面の図柄は、古代ギリシャローマの文化のメドゥーサに橋を発している。図面クは、ルーシにおいては11から12世紀に登場し、 15から16世紀まで継続して用いられた。描かれる肖像は、例えば、生仮民女、マリーや、天使、ミハエル、聖人ボリストグレーブ等のキリスト教に関わるものであった。理面にはギリシャ語の祈祷の言葉が刻まれているが、所有者の胸に接しているため他の人からは見えない。キエフル式の図名くのうち、最も著名なものは、 ウラジーミル・モノマフのチェルニゴフのグリブナと呼ばれるものである。これらのアーティファクトには、正教会の影響下に置かれたルーシにおいての異教の名残を見ることができる。イゲタ・サダヨシ、ロワジテン、P294、RZ、ありがとうございます。